お疲れ様でした。
ました。ありがとうございます。大正から今この令和までの時代をそれぞれ描いてるんですけれども、あの衣装もそうですし、ちょっとしたこう変化であったりとか、あとはやっぱ100年もの中で大きく変化したところであったり、そういった細かい部分もあの一緒に楽しんでいただけたらいいなと思います。時代を超えた恋っていうのに本当にグッと引き込まれる、そんな短編だと思います。それとふみちゃんの四変化がすごく見どころです。はい、染谷君と電車乗りましたね。ああ、乗りましたね、うん、一緒に。そうだそうだ、帰りが一緒になりましたね、はい、楽しかったですねっていうほのぼのな話ですね、はい いやでもいいですよね、一目惚れってすごくなんかロマンを感じますけど、あでも好きなプロレスラー選手には一目惚れしましたね。はい、よかったですね、はい、都内に住んでるので、まあ、横浜から先を開拓してみたいと思いました。私も横浜のその先を相鉄線で旅してみたいです。